おはようございます。今日はですね、5月の琵琶湖ということで、まあ時期的にはまあアフターの魚もいれば、まだまだプリの魚もいるっていう、まあいろんな魚がいて気難しい時期なんですけど、まあクワセのネコリグをメインに、まあ今時期から良くなるネコリグで今日は狙いに行きたいと思います。はい、頑張ります。今狙ってるエリアが、まあ、六本中の北のエリアのコカナダモが入るエリアです。それのインサイド側で、ちょうどインサイドのとこにコカナダモの新芽が今生えてて、でそれを、まあ、岸の方に流してる感じで、今コカナダモが生えてて、新芽がそれが消えかかる、まあ、エッジを今狙ってる感じになります。で今そこを感じながらアクションしてるんですけど、まあところどころティップでも感じる気持ちよく外れるようなウイドが今あるんで、これ抜けた時にステイちょっと長めに入れたりするとバイトが出やすいんで、なんかティップで感じて気持ちよくプッて外れるような感触があったら、そこで今長めにステイ入れて食わせれたらなっていう感じでやってます。今これウイド引っかかってるんですけど、これをちょっと優しくラインスラック使ってほぐして、抜けた瞬間に捨て入れたら食ってくるっていうのが理想です。今外れたんで、ここでプンって入ったらでかいんですけど、今いい感じのウイドに引っかかってきたんで、これほぐして、でほぐした瞬間に当たったら理想。今ほぐれたんですけど、これもう食うよ。送ったで、だいぶ送りながらここで巻き汗、よし来た。まあサイズ的にはぼちぼちアベレージサイズ、やっぱりウイドから綺麗にほぐして、で抜けたとこでステイしたらやっぱ食ってくるんで、とりあえず40ないぐらいですけど一発目来ました。ステイ長めのクワセのネコリグです。はい、またいい感じのウイドに今引っかかってきたんで、こういう時に本当に集中する感じで、で今みたいにウイド外れたら 2,3 秒最低でもステ、でもここぞっていうとこはもうプラスアルファ。でまたウイド引っかかったら、そこでラインスラックでほぐしてもらって、でちょっとたるませ気味にステイを取る。
だよ。はい、食わせな猫リグで来ました。今これウイド引っかかってる状態なんですけど、これをラインスラック使って今みたいにポンと外れた。でここでステイを入れる感じで、でまたゆさゆさウイドの中に絡めて、これ今ウイド引っかかってるんですけど、これを一瞬たるましてラインスラックでほぐして抜けたらここで止める。でここで当たりが出るとでかいやつの可能性が高いんで、ここで5、6秒ぐらい捨て入れる感じです。また今いい感じの糸を引っかかったんで、新芽にほぐしてで捨て、今これふわふわ漂わせれる状態なんで糸がない。でまた糸が引っかかるとこで今引っかかったんで、でこれをまた優しくほぐす感じで抜けたら止める。まあ、今回使用してるこのダブルダッチ PG69ML サスクワッチなんですけど、まあ僕的にはネコリグ専用のロトで、まあティップは L ぐらい、まあ軽く色に触れて繊細にほぐして外せれるティップの柔らかさで、でまあベリーからバットにかけてはでかいやつの上をかけれるように、もう結構パワーのあるブランクスになってます。でまあ繊細なティッププラスバットパワーが強いんで、60とかかけてもこうブランクのパワーで寄せれるっていう感じの竿に仕上げたいと思って今テストしてます。こうご期待。お、食ったよ。かけるよ。ちっちゃいかな。まあまあアベレージサイズ、ヤーマンスティック6インチ40ぐらい。オーラよ。はい、ということで今ヤーマンスティック6インチの64分の3オースのネコリグで40ぐらいの釣れました。まあ、ちょっと昼から風が吹いちゃったんで、まあこういう時って比重があるワームの方が底が取りやすいっていうのがあるんで、ちょうどこのヤーマンスティックが比重もあって底も取りやすくて風が強く吹く中ちょうど良かったっていう感じで反応がありました。ということで今日はですね、クワセのネコリグで使ってたルアー G クローラー 5.8 とヤーマンスティック6インチのプロトモデルを2つをローテーションして使ってたんですけど、まあこのヤーマンスティック今回販売される6インチは猫でまあ使いやすい。じゃあ G クローラー 5.8 とまあほんと 0.2 インチの違いなんですけど、まあ何が違うかって言ったら、とりあえず比重がまず違います。 G クローラーの方が軽い比重で、ヤーマンスティックの方が重い比重で作られています。でまあ狙い方としては、まあ若干ヤーマンスティックの方がボリュームが見たまんまあるので、広く広範囲探るときはヤーマンスティックでやって、ここで食わしたいっていうときは G クローラー 5.8 という感じで今日使い分けをしていました。はい、じゃあこの今回ヤーマンスティック6インチなんですけど、6インチ以外にも今回8インチ
の2サイズが出る予定です。出ます。まあね、懲りずには6インチで、まあ夏にこれからかけてシーズンが進むにつれて、まあ8インチとかもライトテキサスとか、まあロングワームのネコリグ的な感じでできるので、まあスピニングでやるんだったら6インチだったり、ベイトネコでやるんだったら8インチっていう使い分けもできるルアーですね。またネコリグ以外にもパンチショットとかも使えれるんで、まあいろんなリグに使えれるかなっていうワームに仕上がってます。かけるよ。ずーっとテンションかけながら持ってかして、まだ食っとる。あ、離した。まあでも離したらまた捨て入れて、うん、食った。でもう一回捨て入れると食い直すことが多いんで、まあサイズはアベレージな楽しめれるサイズです。まあ40ちょいぐらい、うん、もっと良かった40後半ぐらいかな、うん、あ、50あるわきましたよ、食わせなネコリグで50アップ。やっぱり止めてる時に食うやつはサイズがいい。ほら、太くないですか。これがクワセナネコリグ、止めて見せてクワセリア。こんないいやつ、言いたいけねえやつがバイトしてきます。もうこいつも一回話したんだけど、まっすぐまた止めて見せたらまた食い直してきたんで、やっぱ止めるっていうステイっていうのがすごい大事です。はい、ちょっと晴れてきたんでシャローのフリップ&パンチングに来ました。今年発売予定のマットシェイカーの1オンスビフ的パンチングで狙います。今狙ってるこのシャローのフリップなんですけど、比較的まあ手前側打てます。手前のマットの際から1メーターとか2メーターぐらいのとこをポンポンポンってテンポよく打てます。あんまり奥入れすぎても結構マットの下の密度が濃いんでバスが入りにくいっていう感じで、スペースが空いてないんで手前のマットを比較的打ってバスが入っては出てきやすいとこ、まあ入ってたらもうフォールしてそこについたら食うっていう感じの魚を今テンポよく探ってます。まあ比較的今マット水面葉っぱの付近見るとちっちゃいベイトなりギルなりがピチピチ跳ねてるんで、まあこういうマットって、まあそのマットの枝分かれした下付近に、まあバスがいる可能性があるんで、まあマットを打ちながら、マットのトップにギルなりベイトがいるとこは、比較的バスが入りやすい、
まあバイトが出やすいマットの目安になるんで、まあそこを重点的に今狙って売ってる感じです。よし、でかいよ、絶対取ったる。お、こいつ、やばいサイズいった。バレんなよ。春シャローのパンチング、ほら来た、やべえの来た。ガツッと入ったわ。ほらマットシェイカーの1オンスビフテキパンチング、これでかいよね。がっつり今フッキングてかバイトがあった。やばい、やっぱねパンチはこれだから熱いわ。はい、はい、ということで今釣れたこのマットシェイカーなんですけど、ようやく完成しました。まあ2年間ぐらいずーっとまあシーズン問わずテストしてきて、まあ沖のマットだったり今回釣れたまあシャローのフリップパンチングでもまあ高次元にカバーに対してすり抜けが良くて、でこうカバーからの突き上げる時の抜けもいいっていう形状になってて、まあカバー打ちにはもう特化したワームになってます。でまあ今食わした感じだと、まあ、通常のセッティングって言ってまあもうそのままでシンカーがドスーンってついてワンテンポ遅れてテールがビタンって落ちた時に食ってきたっていう感じで、まあ春のパンチングシャドウのパンチングは見せて食わすっていう感じで使ってます。